はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日は埼玉武蔵ヒートベアーズ潜入の打撃編となります。ただいま、バックネット付近でティーバッティングを行っているのは、青木玲馬選手です。現在行っているのは、少し短く持って左手一本でのバッティングを行っております。いや、パワーすごいですね。続いては持ち替えて右手一本。トレーニングバットを片手一本で振るのはさすがだなって感じですね。最後は両手でバッティングを行います。いやー、鋭いスイング、スパーンとね、よいしょ。スイング、打球が強すぎる、これぞといったような感じです。続いては中村和樹選手のバッティングになります。中村選手は大阪桐蔭高校で森友哉選手と同級生、その後楽天イーグルスに入団し、福井ワイルドラプターズ、今年から埼玉武蔵ヒートベアーズに入団になります。決してフルスイングではないんですけれども、スイングを確かめながら自分のフォームを身につけております。いや、僕ね、同い年なんで、ぜひ頑張っていただきたいですね。ここからは青木選手がロングティーを行います。オキティーでのロングティーとなります。ドーンと、いや、角度すごすぎでしょこれ。はい、続いての球も、よいしょ。いや、これオキティーでこの弾道はやばいし、どこまで飛ばすんだって感じですね。続いては先日退団が発表されてしまいましたが、セルモ選手のバッティングをお届けいたします。退団が発表されるまでホームラン5本を打っていたので、チームとしてはちょっと痛いかもしれませんが、そうですね、やっぱスイッチヒッターの強打者の退団は残念ですが、他の選手の皆さんぜひ頑張ってください。青木選手もフリーバッティングへ向かいます。いや、豪快なスイングがいいですよね。思いっきり振り抜いてるといったようなスイングをしていて、フォロースルーが豪快でかっこいいです。続いては埼玉県出身の石森徹選手です。石森選手は浦和学院出身の選手、高校の同期には千葉ロッテマリーンズの小島投手がいます。俊足高打の石森選手、堅実な打撃でシャープに振り抜いています。シーズン序盤では1番打者、最近では2番や9番を打っています。中村選手もフリーバッティングへ向かいます。3番4番を打つことが多いクリーンナップの中村選手、しっかりと振り抜くバッティングをしており、好打者という言葉がよく似合うバッターだなと思います。力強いスイングからたくさんの鋭い打球を生み出しております。主砲フェルナンド選手のティーバッティングです。フェルナンド選手も4番5番を打つクリーンナップの選手、現在行っているのは足を開いた状態からのティーバッティング、軽く振ってるのに打球えぐいですよね。フェルナンド選手、現在打率3割超えでホームランは5本となっています。フェルナンド選手を含めいろんな種類のティーを今回取らせていただいたので、皆さんも参考にしてみてください。続いては片山博史ヘッドコーチ兼野手のティーバッティングとなります。片山選手は選手兼コーチとして2018年から入団、今季5年目のシーズンを迎えるベテラン選手です。ティーバッティングで自分のスイングをしっかりと確認しています。いや、体めちゃくちゃ大きい。フェルナンド選手のフリーバッティングへと移ります。この豪快なスイング、フェルナンド選手何がすごいって、このスイングした後見てください。フォロースルーがパワフルすぎなんですよね。そしてフェルナンド選手何がすごいって、このフルスイングでフォロースルーが崩れないのがすごいですよね。パワーって感じですね。はい、後ろからの映像も、はい、泳いでもこの打球、そして片山コーチ兼野手のフリーバッティングとなります。この打球逆方向へズドーンと鋭い打球を放っています。片山選手もう今年35歳の大ベテランなんですけれども、誰よりも声を出してるんですよね。この後も引き続き声を出してバッティングを行っていますが、
BC リーグを見ていてもやはり野球は光栄なんだなと感じることができました。そして広角にミスショットなく打球を放っていきます。はい、大声を出しながら日月さんの広角の上の方へ華麗なバッティングを披露しております。そして片山選手、1番や2番を打つこともあり、チャンスを想定したバッティングと、ここで2番打者もしているので、しっかりとバントの練習もしております。はい、本日はベアーズ潜入動画打撃編でした。埼玉武蔵ヒートベアーズさんのホームページは動画概要欄からチェックをお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょー、翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。